私の合わしってちょうど真ん中辺ぐらいですね。前田美智子です。今日は美味しい甘辛バーベキューチキンを作りたいと思います。この甘辛バーベキューチキンに使っているソースはご家庭にある調味料で簡単に作れます。覚えておくといろいろなメニューで活躍してくれます。とても美味しい甘辛バーベキューチキン、ぜひ作ってみてください。それでは初めに鶏肉を切っていきたいと思います。大きさは少し大きめの一口大に切っていきます。鶏肉をボウルに入れていきます。玉ねぎをすりおろします。ヘタは残したままの方がすりやすいと思うのでそのままいってください。玉ねぎを鶏の中に入れていきます。そしたら調味料を全部入れていきます。醤油、ケチャップ、みりん、ウスターソース、砂糖、そしてニンニクのチューブを入れます。入ったら手でしっかり揉み込んでいきます。でこのまま15分ぐらい置きます。15分ぐらい置いた鶏肉の水分を切って小麦粉をまぶしていきます。ビニールに入れます。大さじ2、3杯ぐらいの小麦粉をまぶしていきます。フライパンを火にかけて油を敷きます。熱くなってきたら鶏肉を入れていきます。皮目を下にして焼いていきます。焦げ目がついてきたら裏返して反対側も焼きます。反対側も美味しそうな焼き色がついてきたら火を弱火にして蓋をして焼きます。このまま8分ぐらいじっくり焼きます。こんな感じで8分経てなくてもしっかり中まで火が通ってるようなら最後に火を強めて漬けダレを絡めていきます。生のお肉が入ってたタレなのでしっかり火を通してください。はい、これで出来上がりです。彩りのいい葉っぱものの野菜がいいですね。できれば赤じゃないトマトの方がお料理が映えると思います。はい、完成です。このお料理のポイントはすりおろした玉ねぎをしっかり手で揉み込むことです。柔らかく美味しく仕上がります。そして皮目を下にして焼くことでパリパリ美味しく仕上がります。簡単で美味しいバーベキューチキン、ぜひ試してみてください。この料理はレシピブログマガジンボリューム5に掲載されています。私のブログ、シャナママと団子三兄弟の甘いもの日記、ぜひ遊びに来てくださいね。そしてビデリシャス、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。